ではこの動画ではこの聞き方が大間違いということで、やってしまいがちなんですけれどもやってはいけない聞き方についてお話ししていきます。そもそもなぜ人は人の話を聞けないのかというとですね、これ世間に蔓延している大きな勘違いが元になっています。でどういう勘違いがあるかっていうと、そもそも会話ですよね、会話を話すことだと勘違いしている。勘違いしてませんか皆さん。違います。会話は話し手と聞き手がいて初めて会話は成り立ちます。あとね、話せる人が優秀だと勘違いしている。これもね、大きな勘違いなんです。話せる人っていうのは実は例外なく聞き上手でもあります。で、話すのが上手な人って人の話を聞けるから、そこからも学んで話せるようになっているという、心理的側面もあったりします。あと、面白い話ができる人がモテると勘違いしている。違います。聞くのがうまい方が絶対にモテます。もう受け入れてくれる、この人は受け入れてくれるっていうね、心理的印象を与えることができますからね。で、もう一つ、話さないと自分をアピールできないと勘違いしている。話さなくて自分アピールできるのって思うんですけれども、これ聞き方をマスターしてずっと人の話を聞いてると、相手から質問してくれます。自分のことに、あなたはどう思うとかね、あなたはどうなんですか。そうするともうその段階でカードの裏表が変わってて、相手があなたのことを知りたいと言ってくれている状態が手に入るんですね。でそこからアピールした方が絶対相手に入りやすいですよね。でもう一つ、もうこれビジネスの現場で鉄則なんですけれども、もう勘違いが、話さないと商品が売れないと勘違いしている。このね、勘違いしている方非常に多いんですけれども、トップセールス、もう高いものから安いものまでよく物を売るセールスの人はお客様のニーズを引き出すのが上手、間違いなく聞き上手なんですね。で、こういう、いろんな勘違いがあるから、心の奥底で、話さないとっていう不安になってしまう。で、この不安が原因で聞けなくなってしまうっていう状態ができてしまうんですね。じゃあこのひどい聞き方、どれぐらいひどいかというのを、これ私があえてひどい聞き方をやってるんですけれども、実際の動画でご覧ください。正しそうに見えて実は間違った例をお見せします。今の話も、そうなりました。まずもう姿勢がですね、これもう本当によくやってしまうんですけれども、聞かなきゃいけないっていうことで前のめりになってしまう。こうするとね、相手は話しにくくなってしまいます。例えば、体に行くとか、お花に興味がある。でもこの過剰なね、オーバーリアクション、これも話し手が心を閉ざしてしまいます。なんかそれが全部こう実現で、あとね、やっぱこれもやってしまいがちなんですけど、ずっとこうなんか微笑みというか、なんかにこやかにしないと話してくれないんじゃないかっていう感じが、やっぱやりたいと思った時だから、そうですよね、やっぱやりたい時が一番、そうですよ、僕もね、やっぱやりたい時がやり時だっていう信念のもとに、でも聞くことに耐えられなくなって、人の話を引っ張ってきて自分が喋ってしまってるっていう状態。話す時にはちょっと気持ちが落ち着いてるなと思っていて。ああ、落ち込んじゃうんですか。ブルンってなっちゃう。落ち込んではないんですけど、なんかこう。で、これ先ほどの安全の言葉を受け取って、でそれ自分にとっての安全と違うから、クライアントさんに掘り下げてもらうっていうのと逆で。人の言葉を取ってきて、で自分の価値判断で当てはめようとしているっていう、これもね、やってしまいがちなんですけどね。ちょっと低くなるっていうか、そう、落ち込んじゃう。落ち込んじゃうんですけど、悲しいわけで落ち込んじゃうわけではないんです。このなんかラグを短くできないかなと思って。なるほど、短くする。やっぱすぐやりたいですもんね。そうですよね。また自分の感想を喋ってしまうっていうのが NG 例です。ちょっと極端にやってみました。
結局は話してしまう、結局この、まあ、こういう聞き方やってしまうこと多いんですけれども、この状態だと人の話を聞いてるように見えて、で自分のことを話してたり、自分の価値判断に当てはめようとしたり、で解決策ももう自分が何か与えないといけないって思うと、こう過剰に情報を取りに行ってしまって、で結局のところもうクライアントさんはこっち側カウンセラー側にもう情報を投げるだけになってしまって、自己洞察ができなくなってしまう。自分で考えて、なんか自分で解決方法を導くという心理的状態が、まあ、こういう聞き方をしていると作れなくなってしまうんですね。でも、まあ、世間一般の大体のコミュニケーションはこういう形になってしまいがち、まあ、これが先ほど申し上げた勘違いにつながっているところから、のこういうコミュニケーションがいいんじゃないか、話しやすいんじゃないかっていう勘違いから、まあ、こういうことになってしまうわけですね。でこういう、まあ、NG のね、やってはいけない聞き方、まあ、ついやってしまうんですけれども、これをいちいちですねしらみつぶしのように、解消していく、解決していくっていうのはちょっと非常に難しいということで、聞けてない人の、まあ、大体のパターンっていうのがあるんですね、まあ、それを7つの法則にまとめてありますので、それをご紹介します。ぜひね、人の話を聞くときに、あ、自分これやってるなとかな、これやらないようにしようっていうふうにちょっと注意していただけると、もう全然聞き方変わってくるんで、まず一つ目、聞けてない人の一つ目はアドバイスしたくなる先生タイプ。もう人の話ね、なんか聞いてるとだんだん自分の中でいろんな考えが浮かんできちゃって、これってこうじゃない、これってこうじゃない、これってこうじゃないっていうね、なんか学校の進路相談みたいにいろいろアドバイスしてしまう。そうするとやっぱり答えって向こうから降ってくるものだっていうふうに話しては思ってしまうんで、なかなか自分の中で解決方法を導き出す方向に頭が回らないことになってしまいます。2番目は丸かペケかジャッジする審判タイプ。人に何か話したり相談するときって、もうね、なんかスポーツの審判のように正しい間違ってるを、まあ、ジャッジ判定してもらいたくて話す人ってあんまりいないですよね。やっぱりこうね、聞いてもらいたいとか気持ち分かってもらいたいと思って話してるのに、いやそれは正しいとか、それはあなたが間違ってるとかね、そういうね審判ジャッジはやっぱりね、やってるとなんか何話してもそこでねこう丸ペケつけられてしまうから、話してはやっぱ話しにくくなってしまいますよね。でやってしまいがちな3つ目は、何でも説明したがる解説者タイプ。特に私たちも心理学とか深く学んでると、これついやってしまいがちなんで自戒を込めてなんですけれども、人の話を聞いてるときにその人は分かってなくても、心理的にはこれが原因だとか、心理的にはこういうことだみたいなことがやっぱりこっちは専門家なんで分かってしまう。そうすると何か話してくれた時に、いやそれってこれこれこういうことなんですよとかね、何を話しても、で別に、ね、専門家じゃなくても日常会話でもありますよね。ちょっとその分野に詳しかったら、何か話してくれた時に、えそれってこういうことなんですよ、それってこうなんですよ、これってこれが原因なんですよ、このね解説者もう解説されてしまうと、やっぱり話し手の方はそうじゃない、別にその詳しい情報を聞きたいわけじゃない、でそれで話してるのに何でもそれで切り替えされてしまうと、やっぱり話す気が失せてしまいます。4つ目、とにかく聞きたがる記者タイプ。これやっぱり聞くと言っても、まあ、単に聞けばいいというわけではないんですよね。先ほどの動画がまさに記者っぽい姿勢なんですよね。記者ってつい前のめりで、インタビュアーってね、前のめりで話聞いてますけど、これやられると、本当の意味で自分の話を聞いてくれてるのか、カウンセラーが、まあ、上司が自分の興味でしか自分の話を聞いてないんじゃないか。記者ってね、やっぱり
そこから記事を作ったり、番組作ったりするために話を聞いてますよね。面白い話引き出そう、そういう姿勢に見えてしまうと、だんだんこちらも心の深いところとか本当のことってなんか話したくないよなっていうふうになってしまいます。あと5番目、まあ、これは分かりやすいんですけれども、そもそも人の話に興味がない無関心タイプ。何を話してもね、ああそうなんだとか、はあみたいな、まあそういうなんか響かない相づちとか、あとこれねよくやってしまいがちなんですけれども、興味がない話が来たら全然違う話にすり替えてしまうとかね、これも、無関心タイプのうちの一つなんで、ちょっと気をつけてください。興味がない話が来た時についやってしまいがちなこと。6番、相手によって聞き方が変わるカメレオンタイプ。なんかこういうタイプの人の話はすごく熱心に聞いてる。で、こういうタイプの人の話はなんかふーんっつってそっけなく聞いてる。で、まあ一番問題になりやすいのは職場とかで自分のコミュニケーションが誰か他の人に見られている状態でこのカメレオンタイプをやってると、なんかこの人ってなんか人によって応対が違うからこの人に話しても大丈夫かなとか、やっぱそういうね不安感とか疑心感、疑いの心を持たれやすくなってしまう。最後7番、愚痴や文句も 100% 聞いてしまうお人よしタイプ。それっていいことじゃないのって思うんですけれども、これ別名もらいやすいタイプとも言います。これどういったことかというと、クライアントさんが悩みを話してる、でそれをカウンセラーが聞きすぎると、クライアントが悩みを持っててもいいんだっていう方向に行ってしまうこともあるんですね。そうすると悩みを解決する方向に話が進まなくなってしまうんですね。だからやっぱ過剰に聞きすぎるっていうのはあまり、よろしくないですし、そもそもやっぱりずっと聞いてるとこっちも疲れてしまいますよね。でそういう時はやっぱ愚痴とか文句っていうのはもうプロのカウンセラーもまあほぼ聞いてない、で聞いてないんだけれども、あこの人はなんか愚痴とか文句を言いたいんだなっていうこの状況を受け止めてあげる、受容してあげる、その内容そのものはあまり聞いてないっていうスタンスを取りますので、まあ、ぜひね、愚痴とか文句とかね聞いてて自分が疲れてしまうようであれば、まあ、話半分で大丈夫ですよっていう、ね、姿勢を身につけてください。聞けてない人の7つの法則をご紹介しました。で、一つ一つね、それぞれ思い当たるところがあればとかね、つい会話の中でやってしまいそうになったらですね、あやめとこうって思っていただければいいんですけれども、もう一つですね、やっぱコミュニケーション、会話っていうのは特に聞き方もそうなんですけれども、何を話すかではなく何を話さないかが重要なんですね。だから話す時に自分が何を話さないか決めておく練習っていうのもぜひしていただきたい。で、その何を話さないかを決めておく時にこの7つの法則ですね、解説はやめとこうとか審判はやめとこうとか、いやアドバイスは今日はやめとこうというふうに使っていただけるといいかと思います。この動画が役に立ったという人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。なぜあの人には何でも話してしまうのか、心理カウンセラーのすごい聞く技術、こちらの本ですね、私たち心理カウンセラーが使っている、クライアントの本音を引き出す聞き方の技術を紹介しています。中にはね、本当にこう私たちも一生かけて磨き続けていかなければならない技術から、本当にもう読んだその瞬間から今すぐ使えるものまで様々なテクニックを詰め込んであります。あなたのねコミュニケーションのレベルをもう飛躍的に、向上させることに、使える本となっておりますので、全国の蔦屋書店で見かけた際にはですね、ぜひ手に取っていただけると嬉しいです。